ちゃんともチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。本日の動画は、1ヶ月経った観葉植物になります。もう1ヶ月が経過しました。邪気払いをしてから1ヶ月、あっという間に枯れました。サンセベリアです。こうね、1週間、2週間ぐらいでね、枯れ始めてきましたね。まあ、それだけ邪気を吸って、ね、いい空気に変えていってくれるのは伝わってくるのかなと思っております。もうすぐ枯れ始めましたね、ここも、これも。残ってんのはもうこの2本ですわ。この2本。まあ時間の問題かなと思いますが、もう2代目のサンセベリアを買わざるを得ない状況ですね。まあ邪気吸ってくれてるんでね。これね、玄関に置いてるんですけど、結構早かったですね。まあいい気も悪い気もね、玄関から入ってくるって言われてるんで、まあできたら悪い気はサンセベリアに吸っていただいて、いい空気を家に残していきたいと思います。まあこのガジュマルも一緒ですね。もうね、邪気を吸ったらね、どんどんこう枯葉がね、落ちてるんですよね。だいたい朝起きたらいっぱい落ちてますわ。で、それを片付けて、水をあげて、育てております。でね、枯れて葉っぱが落ちてもまた新しい新芽がどんどん出てくるんで、まあ、パッと見たら葉っぱが少なくなったような気もせんでもないですけど、新しい芽がね、次々と出てくるんで、まあまあまだ大丈夫かなと思います。まあ、どれぐらい持つかね、僕初めて育ててるんでね。まあ、わかりませんけど、大事に育てていきたいと思います。新芽見えますでしょうか？新芽。これ新芽ですわ。新芽。どんどん生えていってね。どんどん邪気を吸っていってもらいたいと思います。で、もう一個気になるね、パキラがあるんですけど、いい形でいいサイズのパキラがね、まだ見つかってないんで、いいのがあれば購入します。どうでしょうか。まあね、邪気はね、どうしてもね、入ってくるもんなんで、まあこういうね、観葉植物にね、助けていただいて、家の中をね、いい空気にしていきたいと思います。本日はこの辺で動画終了させていただきます。いつもご視聴ありがとうございます。また、コメント、高評価、ご登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。失礼します。